本リヒト方編級航空母艦は、荒牧義雄の小説、朝日の艦隊に登場する架空の航空母艦。ドイツが保有する設定である。名前は、第一次世界大戦のエースパイロットである、マンフレート本リヒト方編に由来する。本リヒト方編級とほぼ同じ形状の空母、ニミッツ日本がドイツに対し戦線復刻したため、建造された航空母艦である。当初、 ユーボートや戦艦といった艦艇しか保有していないドイツ海軍であったが日本が有力な空母を持っていたことから既存のグラーフツェッペリンでは立ち打ちできないとして戦力化することが決まった建造場所はドイツの主要な造船所はもちろん占領地であるイギリスでも行われており短期間のうちに旧石が収益したしかし 戦時急増艦としての意味合いが強く、運動性や艦上機の搭載兵力が劣っており、後々問題として引きずることになる。艦の形状や規模は、ニミッツ級航空母艦と全く同じであるが、排水量はニミッツ級の半分以下である3万トン台と小さい。搭載機は、サーブ35やメッサーシミット目262を艦上機として再設計した機種が選ばれており、 レーダーは、もちろんドイツが常に行う通商破壊を意識した単装砲を装備するなど、グラーフツェッペリンに似通った思想で建造されている。そのためか、搭載機数も、ニミッツ級の半分程度である。最大47機本級が最初に出撃したのは、アイスランド沖海戦である。この時は、ナッサウ、ファルツ、ザクセンの3隻が機関である、ビスマルクに急戦艦。 ロートリンゲンをはじめとする複数の戦艦や駆逐艦、巡洋艦とともに第一航空機動艦隊を形成していたものの、前日の短期間での大量配備が影響して、カタログスペックを満たしていない性能が浮き彫りになった。例えば、搭載機数は最大でも47機と日本が保有している、竹カズチノにわずかながら劣っており、安定性が悪く横揺れするため、 船酔いする者が続出するほどであった。その状況に搭乗員からゴミバケツのような船と揶揄された。結局展開していた朝日艦隊に艦載機、諸とも粉砕され、続く大西洋のフォークランド諸島をめぐる争いでも参加していた潜水艦カメテン率いるペキ艦隊によって撃破されてしまった。ありがとうございます。